ニュース、ニュース。僕ね、瓜田純子っていいんじゃん。とコラボするから。YouTube ライブでやるのか、YouTube で動画を撮るのかわからないけど、Twitter の方にあげたんだけど、瓜田から、Twitter で DM 来たんだよ。んで、コラボしてくれと。で、動画撮ろう、飯食いながら、動画撮ろうよと、お茶しながら、動画撮ろうよみたいなことを書いてあったんで、コラボします。まあ、俺がちょっとね、落ち着いたら。はい。で、まあ、ガキン頃は、やっぱり、ウリタって、俺の2個下だけど、やっぱりウリタって有名だったし、まあ、俺なんか、チンピラ、ガキの頃もチンピラみたいなことやっててさ、実際。まあ、群れるのがあんま好きじゃなかったから、あれだけど、まあ、力の違いを見せとくよ。力の違いを見るやして、ね、もう俺らも大人だから暴力を振るわないでしょ。俺がニコ生配信者だったっていうのをね、思い出させるぐらいウリタの反応を楽しんでください。一応僕も、ね、一応、先輩なんで。みんないらっしゃい。まあ、ウリタ、俺は楽しみにしてるよ。俺はね、やっぱ、ウリタはすごい人間だと思うし、やっぱり俺ら中学卒業してからも、やっぱウリタはね、他の区行ったけど、杉並行ったけど、やっぱり名前はこっちまで届いてたし。本社コラボしてできないよ。ニコ生配信できるよ。ボディービルでいらっしゃい。まあ、みんなが想像する以上のものを見せますよ。まあ、俺もね、どんだけ、浮田純子っていう人間がこのネットとか、まあ、こうやってね、世の中で騒がしして、いろいろやってきたわけだから。どこまで瓜田から話引っ張れるかなっていうのを楽しみにしてよ。勝負も何もないよ。勝負も何もない。もう、勝負ってことで言えば僕の勝ちなんだよ。僕の勝ちなの。だって俺別に瓜田と別にコラボしなくたっていいもん。動画はいいよね、ウリタ。動画はさ、撮り直しもできるし、撮り直しもできるしさ、ね。いろいろ修正かけたりとかもいろいろできるじゃん。生放送ってそれが効かねえからさ、リアルタイムに叩かれるし、まあ、ウリタもね、ふわっち一時期やってたけど。楽しみにしてますよ。ハイグレマオイがしの時は体はでかいよ。でも太ってた、すごい。ぽっちゃりしてた。まだ、だからね、小学校6年生から中1になってるから。ウイタを煽るなよ。ウイタが乗ってくると思う？10年前の俺、もう10年前にニコ生でうなちゃんまんとかでバトルしたりとか、あれが10年前ぐらい、約9年前ぐらいか。何、他の人